はい、どうもこんにちは。今回からね、逆転裁判1,2,3なるほどセレクションからねやっていこうかなと思うわ。でちなみに、もちろんね、1,2,3とあるわけで、まあオールスターセットなんだけど、まあこれは1でしょ、普通に。まあこれさすがにね、そんなひねくれたこと選ばないから、とりあえず逆転裁判蘇る逆転をねやっていこうかなと。まあ、単純に逆転裁判っていうゲームをやったことなくて、やっちゃうかなっていうずっと俺ノベル系やってたんだよ。そういうなんていうの、紙芝居みたいなやってきたから、まあ、新しい紙芝居シリーズとして逆転裁判をやっていこうかなと思うわ。なんで俺がこんな目に、あ、これ音なかったっけ、使われたくねえ、こんなとこで誰かがやったことにするんだ。だね、これあれなんだよ、すげえ前になんかスマホでさ、逆転裁判って来た時あったじゃん。今もあると思うけど、その時なんか体験版かなんかで、あれなんだよな、第一章ができるみたいなことがあって、ワンチャンその時に見たけど、まあほぼ覚えてないから多分いける。緊張するなこれ全部読むの俺、大丈夫かな。なるほどくん、お出た。あ、所長、ふう、なんとか間に合ったわね。どうかしら、初めての法廷は。こんなにドキドキするの、小学校の学級裁判の時以来ですか。この小学校の学級裁判ってあるか。学級裁判って何。ちょっと待って、ごめん、当てるの下手やけどいいかな。そらそら、随分ご無沙汰してるのね。所長、今日はすいません、忙しいのに。うん、構わないわ、可愛い部下の初舞台だもん。それにしても初めての法廷で殺人事件を扱うなんてすごい度胸ね。監視するわ、あなたにもあなたの依頼人にも。はい、借りがあるんですよ、やつには。わかんねえ、声優ってすげえわ。あの依頼人、実は僕がこうして弁護士になったのもある意味やつのおかげみたいなところがあるんです。それ初耳ね。僕、あいつの力になってやりたいんです、助けてやりたい。おしまいだ、もう何もかもおしまいなんだあのさ、出てくる人多すぎて声分けれないんだけど。ごめん、あそこに叫んでるのはあなたの依頼人じゃない。そうですね。これさ、どうしようかどうすればいい。出てくる人多すぎて声分けれないんだけど。俺はもう死んでやるんだ。死にたがってるわよ。はあ、出た。なるほど、多すぎるわ人が。ごめん、どうしよう。やばりでいいのかな。ユーザーだ、俺を有罪してくれよあ、こんな難しかったんだ。俺ごめん、演技が下手だからさ。死刑でも何でもかくらってさっぱりさせてくれ。どうしたの。やはりダメだよ、やっぱり俺ダメなんだ。あの女がいない人生なんて死んだ方がマシだ。誰が、一体誰が彼女まあ普通にやるわ。彼女を殺害した犯人か。新聞に書いてあるのはお前の名前なんだよな。とりあえず、なるほど、龍一だけは頑張るわ。今自己紹介したけど、3ヶ月前に弁護士になったばかり、今日は初めての法廷だ。さて、今回の事件は至ってシンプル。マンションの一室で若い女性が殺害された。逮捕されたのは不運にも彼女と付き合っていた男、やはりまさしやはり小学校からの大親友だ。事件の陰にやっぱりやはりと言われ続けて23年。それ以来だけだろう。なぜかいつでもきついトラブルに巻き込まれている。ただ一つ言えることは、悪いのはこいつじゃない。ただひたすら運が悪いだけ。いいやつだってことは誰よりもこの僕が知っている。そして何より僕はこいつに大きな借りがある。助けてやるんだ、絶対に。
主人公はさ頑張るけどさ、あの他の人が感情的すぎて難しいわ。あ、出た、よくあるやつだ。これよりやはり私の法廷を改定します。多いわ人が。警察官側準備完了しております。弁護側も準備完了しています。なるほど君、君は確か今日が初めての法廷だったかな。あ、はい、緊張してます。依頼人が有罪になるか無罪になるかは弁護士にかかっています。ブレブレだわ、ごめん。弁護士である君がそんなに緊張していては困りますね。すいません。そうですね、裁判を進める前に本当に準備完了しているのか確かめさせてもらいましょうか。ちょっとかすれ気味でいくわ。ええ、わあ、頭の中が真っ白になってきたぞ。簡単な質問するから答えてください。まずこの事件の被告人の名前を言ってみなさい。被告人ってなんだっけな。でもこの選択肢からしたらやはりなんだよな。だってここ俺だし、これあれでしょ、さっきの人でしょ、お姉さんでしょ、じゃあこれでしょ被告人。それはまあやはり君のことですよね。その通り。そんな感じで落ち着いて答えればよろしい。じゃあ次の質問です。声ブラブブレブレなんだけど。今日の裁判は殺人事件ですが、被害者の名前を教えてください。被害者は彼女だよね。ふう、それならわかるぞ。あれだけ調書読んだからな。で、あれ忘れちまったぞ。名前なんだっけ。なるほど君。あなたって人は被害者の名前も知らないの。そんなわけないじゃないですか。ちょっと忘れちゃっただけです。なんか頭が痛くなってきたわ。事件のことは法廷記録を見ればわかります。 R1 ボタンで好きな時に見ることができるから、いつもチェックしておいてね。お願いだから。はい。あ、弁護士バッジ、これがないと誰も僕を弁護士と認めてくれない。高美香、死亡時刻は4月31日午後4時以降5時まで、鈍器による一撃で失血し。答えてもらいましょう。この事件の被害者の名前は。先生じゃない裁判官、美香さんですよね。被害者の名前はタッカービディのかな。タッカービー美香さんです。よろしい。では彼女はどうやって殺害されたか。被害者の死因は。被害者の死因は鈍器で殴られました。鈍器で一発ガツンと殴られて。その通り。じゃあ質問はこれぐらいにして、そろそろ審理を始めましょう。君もだいぶ落ち着いてきたようですからね。はい、そうでもないけど。さて、これきつ裁判官の声きつ。ちょっといいですか、穴井検事。何でしょうか裁判長。今なるほど君が言った通り、被害者は鈍器で投げられています。その鈍器ですか、具体的にはどういう。評価後の考える人の置物です。死体のそばに転がっておりました。ふむきつ。頑張るわ。証拠品として受理しましょう。証拠品、置物データを。いや、そこ関係ないわ。なるほど君、裁判が進むとこんな風に証拠品が提出されていくの。証拠品のデータはこれからあなたの武器になるから、 R1 ボタンで法廷記録をチェックしていた方がいいわよ。了解です。考える人の形をかたどった置物、かなり重い。ごめん、とりあえず第1話はこれでこんな感じでいくけど、第2話以降多分心が折れて普通に喋るかもしれないから、よろしく。では穴井検事、証人を呼んでください。まず被告人やはり君の話を聞きたいと思います。所長、僕は4人声当てるってやばくない？4人声当てるって。今は依頼人を助けるための情報を聞き逃さないこと。だから千尋さんと裁判官と俺は固定で行くわ。反撃のチャンスは後で必ずやってくるわ。彼が余計なことを言わないよう祈りましょう。
心配だ。やはりのやつすぐに興奮するからな。まあ、あとは普通に行くわ。ごめん。俺吉田くんやめるわ。さて、やはりくん、君は最近被害者に振られたそうですね。なんだこら、おい、今世紀最高のカップルへ向かってなんてことを。いきなりかよ。さあ、最近電話に出なかったり会おうとしても断られただけだ。さあ、びっくりマークやめて。俺びっくりマークが一番弱いんだよ。俺あの声当てんの、声あるのかな、オプションで。ないよね。世間ではそういう状況を振られたと呼んでいます。実際彼女は君をほったらかして遊び回っていた。殺害される前の日も海外旅行から帰ったばかりだったんだよ。だと？そんなの嘘だ。俺は信じねえぞ。裁判長、被害者のパスポートです。亡くなる前日まで彼女はニューヨークにいたようですね。うん、事件の前日7月30日にニューヨークから帰国しているようだ。確かに帰国の日付は死亡の前日だ。そんな、彼女はモデルでしたが収入は大したことありません。どうやら彼女にはパパがたくさんいたようです。パパ活かよ、まあ、パパ活？パパ？お小遣いをくれるおじさんたちのことです。彼女は彼らから金を援助してもらって遊んでいたわけだ。なんだこれ。被害者の高見美香はそういう人間だった。君は彼女についてどう思うかな、やはりくん。これさ、赤文字があれなのかな、キーワードなのかな。なるほどくん、この質問には答えさせない方がいいかもしれないわね。やはりのことだ。とんでもないことを口走るかも。どうしよう。いや、これどうすべきなんだ。ただ多分これチュートリアルなんだよね。多分チュートリアルだから、ここはあえて千尋さんの言うこと聞こうか。やはりくんは被害者が他の男性と付き合っていたのは知らなかった。したがって今の質問は事件とは関係ありません。何言ってんの。なるほど、関係ないことあるか。舐めやがって、あの女、死んでやる。ごめんね、ちょっと下手くて。ん、天国で、あの、あー、ちょっと待って、なんで、見て、見せて、見せてよ。お前戻れないよ、テキスト。では進路続きましょうか。あ、間違えた。とにかく被告人の動機はお分かりいただけたと思います。とてもよく。とほほ。じゃあ次の質問に移りましょう。事件があった日、君は彼女の部屋に行かなかったかな。はっ。どうなのかな。何がどうなんだよ。あの様子じゃあいつ部屋に行ってるな。どうしよう。いや、でも正直に答えた方がいいんじゃないか、普通に。で、別に部屋に行ったってことはさ、別にそんな悪くなくない？だって部屋に行ったっていう事実をさ、部屋に隠した方がだって怪しいじゃん。合図を送るぞ。正直に答えろ。あ、確かにその行ったよ、行ったさ。さあ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 、静粛に。それで、やはりくん、そんな目で見るなよ。あいつ留守でさ、会えなかったわけよ、結局。はっ、ヒヒアリーって聞こえたけど。あ、俺が思ってたより心なんか細い声だったわ。裁判長、被告人は嘘をついております。嘘？我々には今の嘘を立証する証人がいます。それは話が早い。どんな証人ですか？死体の発見者です。彼は死体を発見する直前に殺人現場から逃げていく被告人やはり君を目撃しているのです。静粛に。きつ。新井検事、その証人を呼んでください。はは。とんでもないことになってきたぞ。
事件当日現場のマンションで新聞の勧誘をしていた山野星雄さんを入廷させてください。あいつか、こいつだね。山野さん、新聞勧誘員をしておられる。はあ、さようでございます。はい、本当かこいつ。では早速証言をしていただきましょう。あなたが事件当日見たことを話してください。お、来たぞ。事件当日目撃したこと。あ、これあれか、チェックしないといけないやつだ。これあれでしょ、多分ここでどっか気になるところであれでしょ、意義ありでしょ。勧誘しておりましたら、とある部屋から男が出てきたんです。なるほど。男は慌てていてドアを半開きにしたまま行ってしまいました。おかしいと思いまして私部屋を覗いてみたんでございます。するとなんと女の人が死んでいるじゃございませんか。私腰が抜けてしまいまして怖くて部屋に入れませんでした。私すぐに警察を呼ぼうと思ったんでございます。でも彼女の部屋の電話は通じませんでしたので、怪しくないここ。それで近くの公衆電話から通報いたしました。時間ははっきり覚えています。 お昼過ぎの2時でした。逃げた男は間違いなくその被告人の方でございます。ふむ。だからやっぱ BGM がいいよね、意外と。やはり、なんで正直に話してくれなかったんだ。こんなにはっきり 見られてちゃ弁護なんかしようがない。ところで現場にあった電話はなぜ通じなかったのかな。はい、事件があった時間マンションは停電中だったんです。なんかあるじゃないの。ん、午後4時以降5時まで。おかしくない？2時って。2時っておかしくない？だったらもうすでにおかしくないか。しかし停電中でも確か。あ、違う。電話を使えるはずでは。はい、その通りです。しかし機種によっては呼吸の使用はできないのです。現場で山野さんが手にしたのはそういうタイプの呼吸でした。裁判長、念のため停電の記録を提出します。記録あんの？食品停電記録のデータを法廷記録にファイルした。午後1時から6時過ぎまで。へえ。弁護人。はい。尋問をお願いします。尋問ですか。さあ、なるほど君、いよいよ本番よ。尋問ってどうすれば。今の証言の嘘を暴くのよ、もちろん。え、嘘ですか。あと依頼人が無実ならあんな目撃証言なんか嘘に決まってるでしょ。それともあなたは依頼人の無実を信じてないの。はでもどうやって。家業に言ってるのは証拠品よ。あの証人の証言と証拠品のデータとの間には何か決定的な食い違い、すなわち矛盾があるはず。まず法廷記録と証言で矛盾している部分を探す。そして矛盾している証拠品を見つけたらそれをあの証人に突きつけてやりなさい。はあ。R1 ボタンで法廷記録を見ながら証言と食い違う部分を探して。はい、行くぞ。明らかに2時がおかしいんだよな。てか、おかしいね。4時から5時だもんね、死亡時刻が。これかな、とりあえず揺さぶるって何これ。揺さぶるって何これ。何これ。あ、違う、なるほどくん。サブルで分かることもあんだ。うん、はい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 。近くの公衆電話から通報しました。これ気になるけどね、これちょっと。あ、揺さぶるは基本的に致命的なダメージはなんないんだ。おじさん、おかしいんじゃないですか。言っちゃっていいですか、僕。言っちゃっていいですか。死体を見つけたのが2時、間違いありませんか。ええ。
2時でしたね、確かに。どっちも俺なんだけど、声変わんないから。しかし、それはおかしいんですよ。この解剖記録のデータと明らかに矛盾しています。被害者が死んだのは午後4時より後なんです。2時に死体を見つけられるはずは絶対にありません。どうして2時間もズレがあるんでしょうか。はっ、それは、おいおい汗かいてるじゃないかお前、大丈夫か。ハンカチ渡そうか。ハンカチいりますか。ハンカチ、あ、お前もハンカチ渡そうか。それは些細なことです。単なる記憶違いでして。私にはそう思いません。喉の負担が。山田さん、どうして死体を見つけた時間を2時だと。どうしてでしょうね。もうちょっとゆっくり行こうか。見事なツッコミよ、なるほどくん。さて、矛盾を指摘していけばいいの。嘘は必ず次の嘘を生み出すはず。その嘘をまた見抜いて、あいつを追い詰めましょう。あ、そうそう、思い出しました。ではもう一度証言してもらいましょうかな。舌を発見した時間について、新しいやつか。これはまだあれか、異議ありできないのかな。とりあえず聞くだけか。舌を見つけた時、時間が聞こえてきたんでございます。あの音、時報みたいな感じで、多分テレビだったと思います。おいおいおい、停電してんだぜお前。事務所は2時間もずれていたんですよね。多分被害者の方はビデオを見ていたのではないでしょうか。その音を聞いたから2時だと思い込んでしまったんでしょうね。どうもご迷惑をおかけいたしました。チッチッチだね、チッチッチ。裁判官気づいてるんじゃないの。ふむ、なるほど、ビデオで時報の音を聞いた。では弁護人、尋問をお願いします。なるほどくん、もうやり方はバッチリよね。任せください。おいおいおい、おじさん、あなた前の話覚えてますか。このマンションは停電しているんですよ。どこで突きつければいいんだこれ。あ、これ戻れるんだ。 OK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 。どっちだろうこれ、どっちに刺せばいいんだろう。こっちの方がいいんじゃないか。ビデオ見てたっていうことに対して、こっちだよね多分。こっちの方がおかしいもんね。こっち行こうか。おいおい、おじさん、ちょっと嘘にしては安いんじゃないか。停電してたんだぞお前。意義あり。ちょっと待ってくださいよ。そもそもマンションは停電だったはずですよね。この記録がそれを証明しています。なんならね、なんだっけ、なんとかさんが渡したやつだからね、俺らじゃないからね、それ渡したの。あれ？山野さん？テレビにしろ、ビデオにしろ使えるわけがないじゃないですか。はっ！それは、確かにその通り。山野さん、どういうことですか。いや、私もなんかあれだね、口が動くようになってきたね。動く口が結構。あ、思い出しました。山野さん、証言は最初から正確にお願いしますよ。だんだんあなたという人物が怪しく見えてきます。なんか妙にくねくねしているしね。申し訳ございません。でも何分死体を見たショックで。もういい、わかりました。ではさらに証言をお願いしましょう。時間を聞いたことについて。お、言ってみるお前。やっぱり聞いたのではなく見たんでした。現場には置き時計があったじゃないですか。ほら、犯人が殴る時に使った凶器ですよ。おそらくあれで時間が分かったんだと思います。時計を見た。
まあそれなら理解できますね。では弁護人尋問を。わかりました。でも物あったっけ、書いたっけ、時間なんか。かなり重い。まあでもこれあれかな、これ突きつけてさ。いや違うな、これ多分ね、チュートリアルだとしたら多分そろそろもう一歩先に踏み込むと思うんだよ。だから揺さぶってみよう。凶器ですか？凶器の置き受けでございますよ。失礼ですが、ちゃんと話は聞いておられましたが。何か引っかかるな、何か引っかかるな。置き時計、そんなものがあったんですか。あ、私も初耳ですね。これじゃあ、これで突きつければいいのかな。なんで最初からそう証言しなかったんですか。これ突きつければいいのかな。いや、どれだ。これでいいのかな、これ投げたら。行ってみようか、じゃあ。ちょっと待ってください。凶器はこの通り置物なんですよ。どこが時計なんですか。そんなしょうもないこと、そんなしょうもないことある。ヤマさん、質問に答えてください。私は見たんだ、そいつは置き時計なんだよ。裁判長、ちょっとよろしいですか。どうしました。阿内検事、この着物は商人の言う通り実は置き時計なんですよ。首がスイッチになっていまして、時間をアナウンスするタイプです。時計には見えないので置物として提出したんです。なるほどね。凶器は実は置き時計だったと。どうかな、なるほど君。山さんの証言は間違っていない。これは確かに時計なんだから。山さんの証言について問題、もう問題はないかね。これまだあるじゃん、ダメじゃないの。裁判長、大きな問題が残っています。そうだね、その着物が時計だと知るためには実際に手に取るしかありません。しかし証人は部屋には入らなかったと証言している。ああ、墓穴掘るね、墓穴を。墓穴でよかったっけ。これは明らかに矛盾しています。うん、確かに。なぜ証人が時計のことを知っていたのか。それは事件当日部屋に入ったから。あなたは嘘をついている。あなたはあの日現場の部屋に入ったのです。知らねえぞ俺は。そうだ、あの置き時計で被害者を殴ったのはあなただったんだ。彼女を殴った時の弾みであの時は鳴った。あなたはその音を聞いたんです。いいぞ、静粛に。面白い、バロー君、続けなさい。はい。ヤマさん、きっとあなたはかなり驚いたはずです。被害者を殴った瞬間、置物が急に喋り出したわけですから、その声が強烈に印象に残ってしまった。だからあなたは時間だけを妙にはっきり覚えていたんです。ん、どういうつもりですか。そんないい加減な言いかかりは。いい加減かどうか、証人の顔を見てください。証人、どうなんですか。あなたが殴ったんですか。私は、その決して、私が聞いた、いや、見たのは
うぐぐ。あ、カツラが。だこうやって見るとさ、あれだよね、急に嫌な親父になるよな、なんかな、やっぱ髪って大事なんだな。あいつさ、俺は見たんだよ。死刑だ、あの男に死刑よ。さあ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 、静粛に、静粛に。裁判長、お待ちください。ただ今の弁護人の主張には証拠のかけらもありません。なるほど君。はい。証人が聞いたという情報が本当の音だったという証拠、そんな証拠はあるんですか？え、あるっけ？そうですね、山尾さんが聞いたのはこの置き時計の音だったんです。それを証明することは簡単だと思います。それは鳴らせばいいんじゃないの、普通に。電池調べても仕方ないよな。裁判長、その時計を貸してください。いいですか、よく聞いてください。ピッ、時計おそらくなんか変なアナウンスをする時計ですね。まあ考える人ですから。で、このアナウンスがどうかしましたか？アナ検事、今本当は何時ですか？2時間ずれてたりしてね。10時25分。あ、2時間遅れてるんですよ、この置き時計が。殺人現場で山野さんが聞いた時刻と同じくね。さあどうですか、言い逃れできますか山野さん。ええ、あんた一つ見逃してるよ。え、なんのことだ。確かにその時計は2時間遅れてるみたいだな。だがな、その時計が事件当日にも遅れていたかどうか、その証拠がない限り証明したことにはならねえぜ。はっ、そんなこと証明できるわけがないじゃないか。くそ、あと一歩だっていうのに。なるほど、僕どうやらあなたはそれを証明するのは無理なようですね。はっ、はい。え、失敗これ、まさか。となると山田さんの言う通り彼を告発することはできません。残念ですかね。え、え、失敗、やり直しできるかなこれ。ではこれにて山の星吉かなによる対する尋問を終了します。人がわざわざ証言しに来てやった、来てやったっていう犯人呼ばわりかよ。いや、わかんねえ。まったく弁護士ってのはひどい連中だぜ。やばダメ。え、これダメ？隣人から聞いてもダメじゃない、だって。あ、姉さん、チルさん。なるほど君、ダメよ、ここで諦めちゃ。考えましょう。でも無理だよチルさん、事件があった日時計が遅れていたかどうかなんて今さら証明しようがない。そうね、じゃあいっそのこと発想を逆転させましょう。逆転裁判逆裁だ。あの事件が事件当日も2日間、2時間遅れていたかどうか、そう考えるのではなく、そもそもあの時計がなぜ2時間をも遅れていたのか、その理由を考えてみる。なるほど君、あの時計がなぜ2時間遅れていたか分かる。え、これじゃないの。え、これアメリカから来たからかな。はい。あ、はい、それなら多分分かると思います。あなたはそれを証明する証拠品を持っているはずよ。それを突きつけてやりましょう。どうですか、なるほど君、事件があった日は時計は既に遅れていた。
それを証明することができるというのですか？もちろん。ある証拠品でそれを証明できると思います。できるもんならやってみな。あ、危ない危ない危ない。多分これじゃないかな。時差だよね、多分時差があるから若干的な。でも2時間の時差じゃないけどな、ニューヨークと多分2時間じゃないけどな、実は。これじゃないだもん。被害者は事件の前日帰国したばかりでした。ニューヨークと日本では14時間の時差があります。あ、日本で午後4時の時、向こうは前日の午前2時。時計で見ればその差はちょうど2時間になります。そうかそうかそうか、まあそうだよね。被害者は帰国後、時計の時差をまだ戻していなかったのです。だからあなたが聞いた時間は2時間ずれていたんだ。どうですか、山野さん。どうしよう結構時間が長く、泡吹いて倒れちゃった。静粛に時間長くなっちゃったな。切りどころが分かんねえわ。どうしよう。いつでもセーブできんだよな、多分これ。確かね、逆転裁判って裁判が終わった後になんかアフターストーリーみたいな感じであったんだよ。だから一旦切るわ、じゃあここでなんかいい感じにつなげるから、とりあえずここで一旦切るわ。じゃあまあ、あざした。